株式会社東海メディカルプロダクツは愛知県春日井市に本社を置く医療機器メーカー。日本初のヤブプバルーンカテーテルを開発、医療用カテーテルを中心に製造している。心筋梗塞や狭心症などの患者の心臓の動きをサポートするヤブプバルーンカテーテルで国産シェアナンバーワン。1968年にプラスチック加工会社、 東海高分子科学の筒井信正夫妻の間に生まれた次女には重度の先天性心疾患があった。手術費用として2000万円余りを用意したが、次女が9歳の時に手術は不可能であることを宣告された。筒井は用意した資金を研究機関へ寄付することを考えたが、東京女子医科大学の医師から人工心臓の研究を進められ、1981年に 東海メディカルプロダクツを設立。8億円の資金を投じて人工心臓の動物実験までこぎつけたが、多額の費用がかかるため人工心臓の開発を断念。これに代わり、イヤブプバルーンカテーテルの開発を始めた。当時の同カテーテルはすべて輸入に頼っており、日本人の体格に合わないため合併症が頻発していた。そこで身長と血管の長さ、 太さに相関関係があると考え、その統計結果をもとに、日本人向けの S、M、L の3サイズのイヤブープバルーンカテーテルの開発に成功、1989年12月に発売を開始した。次女は1991年に23歳で、他界したが、日本人構造器学会との共同により、次女の名を冠した研究助成制,制度、 吉見メモリアル TMP グラントを1996年より開始した。ありがとうございます。